ちゃ文化放送てらちゃおはようてらちゃん。今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授医師の木下博克さんにお話を聞きます。木下先生おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて今朝はまずですね、睡眠に関する興味深い調査結果をご紹介します。イギリスの科学誌ネイチャーコミュニケーションズ、今月20日睡眠時間が6時間以下だと認知症のリスクが高まるという調査結果を公表しました。木下先生、こちらはどのような調査で明らかとなったんでしょう。はい、ネイチャーコミュニケーションズはですね、1985年から25年間にわたっておよそ8000人の被験者からデータを集めて、521件の認知症の症例を調べました。はい、まあ、この結果ですね、50歳と60歳の被験者で、通常7時間の睡眠をとる人と、睡眠時間が6時間以下の人を比較したところ、はい、6時間以下の群で、50歳で 22%、はい、60歳で 37%、認知症の発生率が高いと結論付けています。はい、まあ、さらにですね、50、60、70歳の人が短い睡眠時間を継続すると、認知症のリスクが 30% 増加するという結果も示しているんですね。はい、まあ、ただですね、この研究結果は睡眠障害が認知症の原因になると確定したわけじゃなくてですね、認知症の初期症状として睡眠障害があるのかどうか、はい、これらの因果関係が決定したわけじゃないんですけど、関係があるっていうことは示されたんですね。そうなんですね。はい、まあ、いいこと聞いたのか嫌なこと聞いちゃったのか、私個人的にはですね、あ、寺さん短いですか。短いですね。例えば4時間5時間ですから、あと昼寝は30分なるべく取るようにしてますけど、木下先生、昼寝も有効ですかね。そうなんですよ、実は厚労省も昼寝進めてるんですよ。そうですか。まあ、15分から30分程度が非常に体にいいと、はい、いうことで、僕も15分ぐらい寝るようにしてます。ね、いや30分ぐらい本当気持ちいいですね。ふっと寝て、そうなんですよ、ね、それ以上寝ると今度ダメなんですよ、深い眠りに入っていくんですよね。そう、そういうことですか。はい、あとはボケないのを祈るだけですね、私はね。いやでも寺さんはね、そういう雰囲気ないですよね。いやー、ある日突然ね、はい、どなたでしたっけ放送事故とかね、なんかあったら困りますよね。そうですね、意外が気を引き締めていかなきゃ、なるべく睡眠も取るようにしてきます。はい、はい、木下先生ちなみに何時間ですか。今は6時間ぐらいですね。危ないですね。危ない以前はもう5時間ぐらいでしたので、危ないですね。危ないですね。昼寝しましょうね。はい、昼寝します。お互いに頑張っていきましょう。はい、さあ、それではですね、今朝のテーマいきましょう。こちら、変異株、子どもに感染しやすいのか。新型コロナウイルスの変異株、子どもの感染が木下先生目立ってるようですね。そうなんですね、新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るう地域で、保育所などの子どもが利用する施設でクラスターが報告されております。はい、まあ、10歳以下の感染率が高まってきてるんですね。変異株の感染が、8割の大阪府では、はい、10代以下の感染者の割合が第3波の時のおよそ2倍になってるんですね。2倍、多いですね。多いな。で、これまではですね、子どもは大人に比べてね、新型コロナウイルスの感染しにくいというふうに、このイメージもされてきたんですけど、変異株はそうすると子どもが感染しやすいということなんですかね。はい、厚生労働省にはですね、メンバーが感染症の専門家で構成されていますアドバイザリーボードっていう組織がありまして、はい、まあ、具体的には医療公衆衛生分野の専門的技術的な事項について厚生労働省に対して必要な助言を行っております。はい、新型コロナウイルスの流行状況なども検討していまして、変異株による子どもの感染リスクについて従来型と変わりはないという見解を示しているんですね。はい、厚労省はですね、3月16日の時点では、10代以下の割合が 27.1% で多く見えるんだけれども、4月19日の時点で見ると、
10歳未満は 7.5%、はい、これ従来型は 2.9% なんですけども、10代で 11.1%、はい、従来型は 6.7% で、まあ、従来型と似た比率に近づいていると考えているようなんですね。まあ、初期の頃は若い人、子どもに感染しやすいという議論がありましたけども、現状のデータを整理しますと従来型と変わりはないと説明しております。はい、長崎大学の小児感染症がご専門でいらっしゃいます森内教授はですね、変異株はすべての年齢層で感染しやすく、はい、行動範囲が狭いので感染の広がりの最後に位置していた子どもにまで及ぶようになっていると。まあ、そうなんですね。小さな子どもの感染対策は難しくて、はい、2歳未満のマスクの着用は窒息のリスクもあって、まあ、大人がしっかりと対策をして子供にうつさないことが大切だとこう話してるんですけども、はい、まあ、僕も全く同じ意見ですね。そうなんですね。はい、そしてこの変異株ですね、子供や若者がその重症化しやすいって話も聞いたことがあるんですが、このあたりいかがですか。はい、アドバイザリーボードの脇田座長はですね、はい、子どもの重症化を示す証拠はないと、ない、こう話してるんですね。はい、さて、あと新型コロナウイルスといいますと治療薬の承認について動きがありました。厚労省、先月23日、日本イーライリリーのですね、リウマチ薬バリシチニブというこの、新型コロナウイルスの治療薬としてこの薬を承認したと。で、国内のこの新型コロナウイルスの承認薬というのが3例目に当たりますが、このバリシチニブという薬、これは木下先生どういう薬なんでしょう。はい、これは既存の治療で効果が不十分な場合の関節リウマチとアトピー性皮膚炎に対する治療薬で、まあ、すでに国内で使用されているものなんですね。はい、でこれ新型コロナウイルスに対してはどういう効果が見込まれてるんでしょう。はい、新型コロナウイルスの治療ではこのサイトカインストームと呼ばれます免疫が過剰に反応して急激に症状が悪化する現象があるんですけれども、このバリシチニブとレムデシビルという薬を併用することでこれを抑える効果が見込まれています。まあ、海外ではアメリカの食品医薬品局ですね、FDA がですね、去年11月にレムデシベルと一緒に投与する治療方法で緊急使用許可を発令しているので、まあ、これ効果期待していいんじゃないかと思います ね。 そうなんですね。でも木下先生、いろんなその薬を試してるってことなんですね。既存している薬を。そうなんですね。この免疫に関係する薬を、まあ、いろいろ試してみて、はい、まあ、効果のあるのをご承認しているというところですね。それと例えば A というのと B と組み合わせてみたり、今度は、はい、B というのと D というのを組み合わせたりとか、そういうことやってるんだ。もうたくさんやって、まあ、治験の意味でやってるんですよね。そうなんですね。はい、はい、今朝は鎌倉女子大学教授、医師の木下博一さんにお話を聞きました。木下先生、ありがとうございました。どうも失礼しました。